今日の夕飯、餃子とチゲスープ、藤間です。今日もビットコイン、イーサリアム、リップル、ネム、IOST、パンケーキスワップ、エンジンコインのチャート分析をしていきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨や株のチャート分析を毎日配信しておりますので、投資に興味がある人やお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。はい、今日はね、全体的に今反発しているようなね、市場でしたけども、まあこれが本物の反発なのか、まあそれとも続落していくのかみたいなところについて話していきたいと思います。はい、じゃあ今日もね、仮想通貨ニュース読み上げてから、チャート分析7ついきたいと思います。今日のニュースですけども、コインテレグラフジャパンの記事ですね。仮想通貨ウォレットなどを運営するブロックチェーン .com、本社ロンドンにある会社ですけども、その会社が3億ドル、約330億円を調達しましたということです。これは仮想通貨業界で3番目に大きな資金調達になりますということです。このね、ブロックチェーン .com っていう会社はですね、3100万人のユーザーと700万口座を抱えるということで、まあ、結構大きなね、まあ、ヨーロッパの、仮想通貨取引所などを運営しているということです。ビットコインの価格の上昇などを背景に今年の収益はかなり伸びるということで、まあ、先日ね、まあ、コインチェックとかのね、あの収益とかも公開されましたけども、確かにもうすごいね、各取引所めちゃくちゃ今儲かってるんですよね。だからこういうね、大型の資金調達みたいなのも、まあ、今後ね、かなり増えてくるんじゃないかなと思います。で、仮想通貨業界が、まあ、もっと大きくなっていって、仮想通貨関連企業も、まあ、どんどん成長していくと。まあ、そういう感じになってくるんじゃないかなと思います。今日の記事はですね、プラスマイナス10で、プラス3ぐらいにしたいなと思います。はい、じゃあね、仮想通貨のビットコインからチャート分析いきたいと思います。今日がね、586万円ですね。ビットバンクの冷やしのチャートになります。こんな感じで、まあ、平行チャンネル、一応ね、こっちでビタビタに引くと今割ってるって感じなんだけど、ちょっと多めに見てあげて、一応割ってないっていう風に僕は捉えようかなと思ってます。で、まあ、いいことに、今日はね、包み陽線なんですよ。だから、まあ、前日の陰線を完全に、まあ、否定してくるような、まあ、割と大きめの中期盤のね、陽線出てますので、ここから反発してきそうにも見えます。なので、私ね、再度ね、ロングしました。この間ここでロングして、まあ、損切りしたんですけど、再度ロングしました。で、もう高値まで狙っていこうかなと思います。この平行チャンネル上の、7万5000円、814万円ぐらいまで見かけてロングしていこうかなと思います。で、損切りラインが今設定しやすいんですよね。損切りラインはこの平行チャンネルを下に抜けた。まあ、だから、この間の安値を割ったところ、だから551万円、5万2000ドルぐらいを割ってきたら、まあ、すぐ損切りするって感じで今ロング入ってます。で、ここからもし7万5000まで、7万5000ドルまでね、取れれば200万円幅ぐらいのね、爆撃なんで、まあ、結構いい感じかなと思います。あ、今こうやって見てる間にも結構上がってきてますね。なので、まあ、現物も買っていっていいし、FX もまあロングしていく場面かなと思います。一応ね、まあ、そんな感じで、一応、上昇トレンド継続で見てます。だから他のコインも、まあ、一応ね、まだ上で見ている。まあ、これを完全に割ってきたら、調整が多分この辺ぐらいまで入ってくると思うんですね。この辺。400万とか450万とか、それぐらいまで落ちるかなというふうに思ってるんですけど、一応まだチャンネル割ってないということを捉えて、上で見てる感じになってます。はい、ビットコインは以上です。じゃあ次、イーサリアム行きましょう。イーサリアムが17万8000円ですね。イーサリアムも、ビットバンクの冷やしのチャートですけども、ビットコインと同じくね、包み陽線ですね。昨日のね、下落をまあ打ち消すような陽線出てます。いや、こういう上昇トレンドを描けるんですけど、まあ、一応反発したと見てもいいのかなって感じはしてますね。まあ、こっからロングして、まあ、念のためね、ここダブルトップになってるので、まあ、このてっぺんぐらいまでを狙っていく感じでいいかなと思います。21万円、2000ドルぐらいまで狙っていく感じのロングでいいんじゃないかなと思います。まあ、それでもね、2、3万円幅を取れるので、3万円もうちょっとかな、3万ちょっとぐらい取れるので、今いい感じのロングじゃないかなと思います。まあ、ここで、まあ、ここがまあ今、横のね、平行線になってるんですけど、めちゃくちゃポジティブに取られると、まあ、アセトラなんですよね。ここはね、こういう。このアセトラだと捉えたら、まあ、ここでロングして、ここでリーグみたいなね。で、最終的には、この中をうようよして、
爆上げみたいなね。まあそんな感じで想定をしていきます。なんでイーサも上ということで、まあ現物は買っていっていいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ次 XRP 行きましょう。今日もね、サクサク行きましょうね。XRP ね、58.577、ですね。結構強いです。他の通貨よりもリップルは強いですね。やっぱりハッシュタグレディスト XRP っていうね、運動があるせいなのか、XRP 結構買われてますね。もう半値ぐらい戻しました。この間の高値64円から、一旦50円まで落とすんだけど、もう半値ぐらい戻しましたという感じですね。で、こいつは、まあ、三角持ち合いが、まあ、上に抜けて、まあ、一旦下まで落とされたんだけど、また戻ってきてるって感じなんで、まあ、こいつもね、上目線でいいかなと思います。だから、ロング、ですね、現物も、まあ、買い、いいんじゃないかなと思います。で、こいつはね、結構上まで期待していいと思っていて、まあ、今日引いてないんだけど、フィボナッチエクステンションこうやって引いたらね、0.786 から1がね、まあ、76円から84円ぐらいなんですよね。この辺かな。この辺ぐらいまでロングで目がけて狙っていくっていう目線は変わらないですね。で、私も再度ね、一旦50円まで落としたところで、ロング入り直してます。一回損切りしたんだけど、はい、ロング入り直してますね。はい、ということで、XRP も上目線でいいんじゃないかなと思います。じゃあ次、ネム行きましょう。ネムがね、0.33ドルなので、36円ぐらいまで落ちてますね。まあ、引き続きこの33円から45円のボックスレンジで、まあ、下限まで落ちてます。で、反発はあんまり強くはないですね。ただ一応、まあ、陽線今も出てるので、ここのね、33円とこ。このヒゲつけたところはやっぱ意識はされてるようですね。ここもし割ってくるとすると、まあ、結構きつくて、次に下がもうね、30円ぐらいか。30円ってとこもあるんですけど、ここのね、一回レジスタンスされてるところ。爆上げする前のレジスタンスライン。ここね。これ、レジスタンス。このね、30円ってとこもあるんだけど、まあ、他のコインが今上げそうなんで、とりあえず今、買い場であって、まあ、基本的にはまあ、上に目指していくんじゃないかな、というふうに思ってます。はい、ネマ以上です。じゃあ次ね、IOST いきましょう。今日はね、ここってですね、ちっちゃいやつ。IOST が 0.046 ドルなので、まあ、5円ジャストぐらいをね、推移してます。あ、IOST も予想通りね、ここまで一回ぶち上げたんだけど、全戻ししてしまって、まあ、この三角持ち合いの中でまた推移してるって感じですね。一旦 4.5 円まで落ちました。で、そこからまあ割とね、もう反発が強くて、連続陽線出てますので、やっぱりこの三角持ち合いの中でね、こうやって値動きしていくんじゃないかなと思います。だからここから、またこの辺の高値のね、6.5 円ぐらいまで目指していくんじゃないかなと思いますので、まあ、現物買いたい人は、まあ、買っていった方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、IOST は以上です。じゃ次ね、パンケーキスワップ行きましょう。パンケーキスワップね、調子いいですね。日足のチャート、バイナンスのチャートなんですけど、この8円のところが硬いって話、1週間ぐらい前にしたと思うんですけど、かなり硬くてね、やっぱりここ割りませんでした。で、連続陽線出て、昨日ビットコインが大きく下げた時に、まあ一応陰線出たんだけど、まあコマで、まあ今日は大陽線って感じですね。なんで、他の通貨と違って、この間の高値、13.6 ドルぐらいを超えてきそうになってます。ちょっと4時間足で見てみましょうかね。うん、強いですね、かなりね。強いです。この移動平均線を、まあ、これ4時間足なんですけど、移動平均線をまあサポートにして、まあ、上がってきそう。だから、この辺直近高値は超えそうな感じになってますので、ここからね、イナゴが続いていくんじゃないかなと思ってます。で、続いていって、使用された金の22ドルは超えていくんじゃないかなと思います。まあ、こうやって見たらね、こういうダブルボトルにも見ますね。だから、この辺のね、14ドルぐらいを超えてきたあたりから勢い強くなって、30ドルぐらい目指していくんじゃないかなと。まあ、そんな感じで見てますので、まあ、買いたい人は早めにね、買っていった方がいいと思います。私はこの辺のね、この8ドルのとこ硬いっていうのを見てから、この辺の8ドル、9ドルぐらいのところで買いまくってたんで、今結構まあ 30% ぐらい含め切れてるような状態になってます。はい、パンケーキスワップ以上です。じゃあ、最後にエンジンコイン行きましょう。エンジンコイン 2.29 ドルですね。だから250円ぐらい。で、やっぱりね、2ドルのところがかなり硬いです。エンジンコインについてはね。ここでサポートで、ここでもサポートって感じで、今なんかダブルボトムアップ的に、まあ、この2ドルってところを、で反発してきてる感じなんですよね。だからこのまま、
まあこのこれを素直に見るとダブルボトム形成してからのさらに上で、この間の3ドルは超えてくるみたいなね、そんな感じには見えなくもないので、結構まだ上げるんじゃないかなと思ってます。なのでまあエンジンコイン買いたい人はまあ今昨日あたりが結構やっぱり買い場だったかなと思ってます。でこの上昇でどれぐらい、上がってくるかっていうのをフィボナッチエクステンションで、ちょっと見てみましょうかね。そしたらね結構上がってきそうなんですよね。この爆上げのその始まりからこの間の3ドルのてっぺんでこうやって引いてみました。そうすると 0.786 が4ドルで 0.1 が 4.6 ドルなんですよ。だから、400円ぐらいから500円ぐらいまで、それぐらいまでの爆上げは期待できるかなと思います。だからまあ結構今いい押し目買いポイントですね。今買ったら2倍ぐらいは取れるんじゃないかなと、まあ、そんな感じで思っております。はい、というわけでね、まあ基本的にビットコインが結構反発してきているので平行チャンネルの加減でね、だからまあ一応まだ上見ていいんだけど、平行チャンネルを明確に割ってしまったらもうちょっと下目線に切り替えて4月ぐらいまで調査相場って感じで考えていけばいいかな、まあそんな風に思っております。はい、今日の動画が役に立ったという方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンお願いします。そして動画の説明欄に私がおすすめしている仮想通貨取引所を紹介しております。日本の取引所であればコインチェックとビットフライヤーと、ビットバンクがおすすめです。ビットバンクは特に全てのコインで差し値取引ができるので必ず登録しておいた方がいいと思います。そして日本の取引所にはない、今日やったねパンケーキスワップとかポルカドット、カルダナイダー、バイナンスコイン、その辺のね今年調子がいいコイン買ってみたいという方は100種類以上のコイン扱っているバイナンスが超おすすめです。そして FX も挑戦してみたいという方はバイビットと FTX とオーバービットがおすすめなのでぜひ登録をしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。藤丸でした。この動画の説明欄またはこちらの QR コードにある私の LINE 公式アカウントでは株や仮想通貨、そしてお金に関するお得な情報を見つけたら配信しておりますので、ぜひ友達申請をしてみてください。そして、Twitter や Instagram についても、やっておりますので、この説明欄のリンクからフォローしてみてください。チャンネル登録はこちらから、そしておすすめ動画はこちらです。最後までご視聴ありがとうございました。藤丸でした。